マレー湾、マリー湾、モレー湾は、スコットランド最大の湾である。マレー州の北、インバネスの北東にあり、北海に向かって開ける。海岸線は8 0 0トル以上で、その多くが断崖である。北方のダンカンズビーヘッドから、東方のフレーザーバラまで、行政区画で言えば、ハイランド、マレー、アバディンシャーに広がる。マレー湾には、ネス川やスペーン川が注ぐ。 湾内には、クロマティ湾やドーのホ湾など小さなイリエア湾がある。マレー湾は二つの部分に分けられ、奥のインナーマレー湾は伝統的にインバネス湾と呼ばれ、外側の北海寄りの部分をアウターマレー湾と呼ぶ。マレー湾は、クジライルカ観察の海岸として、イギリスで最も重要な場所の一つである。最も一般的な種は、ハンドウイルカとネズミイルカ、ミンククジラである。 マイル家族など、その他のハクジラ類とヒゲクジラ類も時折見られる。人気のある野生動物観察場所は、インナーマレー湾内のシャノンリーポイントで、イルカの壮観な眺めを見られる。ビジターセンターがスペーワンとノースケソックにあり、クジライルカ自然保護協会が運営している。一方で、重要な油田と魚場でもある。アウターマレー湾のベアトリス油田は、北海油田に最も近い。 水産業はホタテ貝とノルウェーロブスターに集約されている。インナーマレー湾は自然保護目的で特別保護区域に指定されており、1997年2月にはね、安海岸一帯がラムサール条約登録地となった。ありがとうございます。